このチャンネルはお米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はマンチカン、お尻叩きでブチ切れ、短い足で遊ぶ姿が可愛いということでですね、この子がマンチカンのプリチラちゃんって言いますよ。2014年生まれ、7歳の女の子ですね。ちょっと一瞬噛もうとしましたよね。やっぱね、短い足が可愛いですよね。あら、お尻カキカキするとね、怒っちゃいましたよね。それでもね、その後攻撃したりするわけでもなくね、また触らせてくれてるんですよね。ね、すごく穏やかな子だとは思うんですけれどもね。いっぱいなでなでさせてくれてますね。多分ね、お尻付近とかが結構苦手なのかなっていう気はしてるんですよね。おもちゃはどうかな？一応フンフンとは匂ってるんですけれども、ね、隠してみますよ。見てはくれてるんですけれどもね、あんまちょいちょいとかしてくれないな。あんま興味ないかな、このおもちゃには。耳つぼマッサージ、なんかすごく気持ちよさそうな、ね、感じしてますよね。結構ね、猫ちゃん喜んだりしますよ、耳はね。あ、ふんふんに寄ってるよ。遊ばないかな。まあ7歳ですのでね、そんなにいっぱい遊ぶっていうわけではないのかなとは思うんですけれども、ちょっとぐらいね、なんかちょいちょいとかしてくれると可愛いなって思ったりとかしておるんですけれどもね。この丸々したお顔がとっても可愛いですけれども、あ、お尻は嫌だったね。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ、猫の木さんです。ああ、まだ嫌だった。ちょっとお腹の方も嫌なのかな。でも噛むふりだけはするんですけど、またね、すぐに触らせてくれるんですよね。すごく穏やかな子ですよ。移動したのでね、ついていったんですけれども、またね、横に座ってね、撫でさせてくれてるんですよね。やっぱね、顔付近が気持ちいいのかもしれないですよね。この辺だったら大丈夫かなっていう。ただね、猫兄さんね、お尻トントンするのがね、結構癖になってるというかね、我が家のクーちゃんがね、お尻叩きが大好きなんですよね。ですのでね、それは癖になってるんですよ。あ、なんか今お尻カキカキしたら、まあ、ピクってなりましたね、今ね。やっぱトントンしてるな、やっぱり。でもね、尻尾を見ると逆ユの字になってるんですよね。怒っちゃいましたね。ね、逆ユの字ということは遊びたいのかなっていう気もするんですけれどもね。またこの子は違うのかな。顎下を撫でられるのが好きなのかな。あら、今噛もうとした、今。あ、ちょっと逃げられちゃいましたね。で、別のところでね、リラックスしてたので、また横についてみましたけれども。ね、全然なださせてくれるんですよね。プリチラちゃんとっても可愛いですよ、本当にこの子は。またトントンしてるよね、お兄さんは。怒るよね。やっぱりね、お尻トントンだったりカキカキするとね、嫌がるんだね、この子は。やっぱね、猫ちゃんのね、性格を見ながらね、付き合っていくっていうのが一番大事なことですからね。お互い慣れてくるとね、もうちょっとね、信頼関係築けるんですけれども。あら、逃げられちゃいましたね。でもフンフンに寄ってくれてますもんね。あ、かわいい猫パンチだこれ。ねえ、この短い足で猫パンチ、かわいすぎるよこの子は。やっぱおもちゃには反応しないか。で、どっか行っちゃうか。あら、他の猫ちゃんにも一瞬猫パンチしようとしましたよね。でね、ご飯の時間になってたので食べておりましたよ。食べない？あれ？移動しちゃう？食べなくなった？ありゃ、別のお皿のご飯食べちゃいましたね。同じはずなんですけれどもね。
猫ちゃんが食べてる姿って大好きですのでね、音聞いてもらいます。カリカリ音気持ちいいですよね。で、泣いてる子もいてね、やっぱご飯の時間っていうのは本当に楽しいですよね。ね、カリカリ音って気持ちいいですよね。またまったりしておりましたよ。顎の下気持ちよさそうだね。どうでしょうこの顔、めちゃくちゃ可愛いないですか。本当に耳は好きなんだね。嫌がんないですよね。別のおもちゃを見せてみましたよ。どうかな。お、遊んでくれたよ。この短い足で遊ぶ姿がこれやばいですよね。あらら、これはキャワワだな。うん、反応してるじゃないですか。いいね。うん、カミカミして。やっぱね、猫ちゃんっておもちゃね、好き嫌いがありますからね。やっぱね、猫ちゃんが好きなおもちゃをね、見つけるっていうのも楽しいですよね。あれれれ。この掴む姿かわいいやんか、あんた。なんだこれは。ああ、ちょいちょいして。なんだこれは。キャワワじゃないですか。お腹も、あ、遊んでるのでね、お腹もふもふでも大丈夫でしたね、今ね。あれれれや、これはやばいな。柄もはっきりしてて、すごい綺麗な子ですもんね。あ、かわいい、この子。すごい愛嬌たっぷりな子じゃないですかね、この子はね。遊ばなくなったかな。まあさすがに7歳だけあってね、そんないっぱいは遊ばないですもんね。あ、また転んでしてくれたよ。いやー、この子本当に可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。プリシラちゃんね、本当に愛嬌たっぷりで可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫泣きさんでした。今一瞬猫パンチしたな。